西洋カノのソウは、オミナイシカカノコ層属の多年生植物。英名はバレリアン。ケツ草、または、キッソウとも言う、ヨーロッパ原産。ヤ薬器を、不眠症や精神高揚等に効果がある薬草として用いる。ドイツでは、不眠症、精神不安への使用を承認している。日本では非薬品に分類される。古くから薬草として利用され、中世では、 修道院の薬草園で盛んに栽培された。成分に、キッソウ酸が含まれる。他に、テルペン類、気発油成分、アルカロイドが含まれる。それらの成分を含む根茎と根を、ヨーロッパでは、ワレリアナネと呼ぶ。精油の顔料は、カノコソウよりも少ない。サプリメントとしては、バレリアンと呼ばれる。蛍光摂取すると不眠症に有効とされ、他に睡眠導入や不安。 ストレスにも有効とされ、欧米では広く用いられている一方、過剰摂取による副作用や長期服用による習慣性や副作用発言も報告されている。ドイツでは不眠症や不安に用いられており、睡眠の質を改善するとも言われている。しかし効果にばらつきがあり、速攻性もなく発言まで長期間を要する場合があるが、容量用法を守れば安全で、 継続的な効果が得られるとしている。欧州では、伝統症薬製剤の欧州指令に、従い医薬品ともなっている。眠気、歩行障害、低体温、筋弛緩、痙攣疲労、頭痛、動悸、麻痺、肝障害、習慣性などが報告されている。医薬品との併用については、特に明確な作用、副作用は報告されていない。 バレリアンの成分は肝臓で分解されるため、肝機能不全の患者に用いてはならない。内野心、ニコチン酸、ニコチン酸アミドと併用することで肝毒性が高まるとされているため、避けることが望ましい。妊娠中は流産の恐れがあるため使用はしてはならない。妊娠、授乳中の安全性については十分なデータが得られていない。ありがとうございます。